2015 D1 開幕戦1週間前のある日、ついにあのマシンが完成したと聞き、シェイクダウンにやってきた陽一。新たなマシン陽一も上機嫌。兄貴の影響で免許取ってすぐ峠デビューを果たした陽一。当時の陽一のイメージといえば AE86。 その勢いあふれるアグレッシブな走りで審査員そしてギャラリーを虜にした。その後 D1 開始より圧倒的な追走技術で勝利を重ね、3シーズン連続を含め4度のシリーズチャンピオンに輝いた大物ドリフターである。業界切っての大物もこんなマシンは未体験ゾーン。朝一で本音がポロリ。いよいよ山の小僧がここまで来たか。スーパーカーで、スーパーカー、子供たちの憧れの車だよ。ファルケン、ペトロナス、OTG、LFA、 ついにこのマシンがレールを脱ぐ。ノーマルで超高性能だったマシン、ドリフトマシンとしてどのような進化を遂げたのか、その詳細を OTG の誇るデコボココンビがご紹介。いよいよ開幕1週間前となった、やっとできました。やっとできた。オートサロンから早3ヶ月経ちました。1週間前にテストです。やっとできました。やっとできたじゃねえだろお前。この車両の価格知ってる？3750万円。3750万円ってね、だいたいね、例えばトキちゃんのフラウンが10台で、ドゥルーピーの86、まずね、吉岡が空飛びました。でね、松川がぐるぐる回りました。もうね、あの車の価値からしたらこれね、1000台分ぐらいありますよ、この3750万円。松岡さん、申し訳ございません。僕には近寄らないでください。その松岡、現在ニューマシンを製作中とのことだが、どうやら、まあ、今年はですね、LFA、まあ、ランボルギーニ、いろんな噂が流れてます。この車実はですね、ベース車代が6万円で、 LFA ランボルギーニが大体4000万くらいっていうことは、何台分かな、やろんとなえる。純正を LFA から変わってるところといえば、はい、まずフェンダーですね。なるほど、フェンダー、ちょっとペンダーね、はい、FRP 貼って、なるほど、で縦で埋めてもらって、あ、綺麗だよね。作りました。いい。このリップも当然あれでしょ、 もちろんドライカーボン。これは2m×1m で、うん、3980円のカマチエースという板です。江南で購入できます。でそれにこのカーボンのあれを貼ったとだけです、うん、でちなみに俺ね、ちょっと聞いた噂だと、はい、大阪トヨペットがドライカーボンのね、はい、焼く窯のね、工場を作って、でもこの辺の部品とか全部ドライにするっていう話を聞いたんだよ。窯はあります、うん、でしょ。だからこういうのやめてくれる。もうちょっと現実がなくなるから。今ないよりある方がいいですよ、見た目的に。まあそうだな、他ないの、他この辺のさ、外装、まあミラーも違うでしょ。ミラー、やっつけ感満載で取り付けましたね、これ。錆びてるし、もう錆びてるじゃねえか、お前、ネジ穴んとことか。あ、もうこれ、あれ、アクリル？アクリルに変えました。えらい、そこはちゃんとね、はい、D1 ですから。この羽は？この羽、一番いい羽をさ、注文してつけてくれたんでしょ、俺のために。80万円。 GT 様からいただきました。もういらないって言ったんで。それゴミ箱に入ってた、ただのお下がりじゃねえか、バカ野郎、お前。でもなかなかかっこいいね。でしょ？ちょっと、で、今時いいね、ちょっとスワン型。D1 にはない形じゃないですか。まあ外装もね、なんとなく分かったけど、エンジンどうなって、エンジン。86ちゃんはね、やっとスペースがなくて苦労したんですけど、意外に綺麗に乗ってるね。でしょ、上手、やればできるね。でしょ、うん、このチタンカラーも一生懸命出してね、こうやってバーナーで煽って。今開幕の1週間前だぞお前、ねえ、こんなことやってるからだろお前。時間がないの。時間ないの。その通りです。本当にエンジンは もちろん当然86と同じエンジンで、まあ当然仕様も一緒なんでしょ、向こうのエンジンと。86は、うん、ローカムに変えたから、これハイカムのままなの。あ、そうなの、これハイカムのまま、下がないまま。え、スカスカの、去年ちょっとスカスカでさ、上がプーンって回るエンジン。マジか。言うてもそんなに体感わかんないでしょ、乗ってて。言ってるだけで。俺がいつも思ってるのが、なんでこのエンジン乗せちゃったの。だってさ、もともとの V10 のエンジンでいいじゃん。もったいないだろ、あのエンジン。もったいない。なんで下ろしちゃったの、あのエンジン。
制御できないんです。これ私が一から全部配線作ってるんですよ。お前が一から配線作ってる時点でそこが一番不安だよ。ウインカー右にしたら左になってるとかさ、そういうことあるんじゃないの。あのね、ワイパーとライト間違えてライト入れたワイパー動いてた。大丈夫だねお前。いやだけど本当あれだな、スカスカだけど。あれお前ラジエーター好きなの忘れてんじゃねえかお前。本当にあれですか、後継者のこと知らないんですね。 LFA の純正はリアにラジエーターが2個あるんです。あ、そうなの。知らないの。知らない。そんなのわざわざ前に持ってくるわけないじゃないですか、86でさえ後ろにあるのに。あ、そうなんだ。そう、そうか。あとさ、ミッションはどうしてんのこれ。一緒一緒、クワイフ。クワイフ、あ、86と一緒。一緒、6速シーケンシャル。なるほど。で、デフは。デフは一緒、ウィンターズ。それも86と一緒。クイックチェンジャー一緒。で、あれはペラ車とかドラ車はどうなってんの、うん、ドラ車は加工なしでついたんです。あ、ドラ車じゃ。ウィンターだけ変えてついたんですけど。で、ペラ車の長さはどうしたの。ペラ車の長さは、うん、ダイヤモンドエンジニアリングさんで作っていただきました。あ、さすがにそこお前は作れねえかな。え、足回りはどうなってんのこの辺全部さ。ホイールは単影車 TWS ですね。そこは分かりますよ。これかっこいいね。昨日だってできたばっかでしょ、ちなみに。そうなんですね。これブレーキ何、プロミューの。プロミューにしました、うん、本当は純正カーボンローターなんですけど、うんうんうん、初期制度のことを心配して、うん、やっぱりあのドリフトは一発目ね、大事だからね。一発目が大事だし。あ、そういうこと分かる。少し分かりますよ。で、何テンションロッドとかこの辺のアームルは。アッパーは純正で、うん、ロアームを作ってます。あ、なるほどね、うん、ピロにして。ナックルは。ナックルは80スープラのナックルショートにしてるやつ。あ、なるほどね。じゃあ比較的前回りはスープラみたいな。まあ86と一緒だ今。でサスは。サスはサス、サスペシャル聞いてくれました、うん、じゃあ聞く。じゃあ喋らせるから喋って。オーリンズです。金額は言えないほど高いです。特注です。あ、やはりドライバーとしては気になるコクピット。陽一どんな感じ。いい感じだね。いよいよ僕が夢に見た3750万円の車のコックピットですね。だけどお前さ、ロールバーついてないとダメじゃねえの。つけるんでしょ、カーブ一応ロールバー。いや、もう体がイヤーックみたいなもんやからいらんかな的な。何、俺がバーンってぶつかった瞬間俺がバーンって膨らむの。そうそうそう。いやいや、膨らむじゃなくてもう膨らんでる状態ですよ。あ、そうか、うん、違うんですよ。本当につけろよお前。カーボンにロールバーはね大変なんですよ、うん、溶接できないから。じゃあどうすんの。ボルトで止めます。これがシフトね。これサイドブレーキいい位置にあるね。でしょ。うん、ポジションも。そう。ハンドルも。いいよいいよ。あれ、オルガンじゃねえかお前今回。俺オルガン乗ったことないよ。何でも乗りこなせるんがプロでしょ。だね。いやー、だけどそれにしてもやっぱこのいいね眺めが。このダッシュボードもねかっこいいね。やっぱやっぱレクサスだよ。これ雨どいなんです。1m590 いくらの雨どいを買ってきて、このエアコンの吹き出しはわざわざ純正から全部足はバラして、うん、ここだけ使おうって。あ、いや、ちなみにさ、これさ車重どのぐらいあるの今はね、うん、ロールバーなしで、うんうん、だいたい1200弱。じゃあだいたい500キロか400キロ分ぐらいの軽量化したってことか。そう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 。それ捨てたんだろ全部部品。本当に捨てた。だろ、エアコンとかさ、いろんなものついてるユニットが全部。いやいやいや、そもそもね3750万円のね走りテストはね実はやってんだって。いや、今日が初めて。いやいや、皆さん、はい、そのテストの模様をどうぞ見てください。こちらです。そうなんです、実はこの前に一度シェイクダウンやってたんです。さあ、世界初の LFA のドリシャがなんと出来上がりました。3750万円、新車価格ですよ。パドックを飛び出したまさに1周目、その一部始終をノーカットでご覧ください。アクセルを踏み込み、ステアリングフィールを確かめる用意中。そしてこの後、早速ドリフトに持ち込む陽一に想像だにしない出来事が起こる。あれ、
急に減速。どうしたの？なんと壊れました。一体何が起こったのか、リプレイでどうぞ。なんと壊れました。何何、岩井さんどうしちゃったの？デフかドラショが壊れた。雨なのに、雨なのにデフかドラショが飛びました。マウントが落ちてる。マウントが落ちてる。本当だ。トコちゃん、まさかのタイラップ止めじゃないよね。遡ること数ヶ月前、我々はある光景を目撃していた。これラック大丈夫なの？このタイラップ、さっきからちょっと気になったんだけど、これ大丈夫？何が大丈夫？平行が出てりゃいいと思うんじゃねえの、さっきさ一生懸命こうやってなんか一生懸命前から見てこう大丈夫平らになってるみたいな雰囲気だったけど、大丈夫？大丈夫はねえよお前。落ちてる落ちてる。お前これだ。お前一本から三本にしたからいいってもんじゃねえだろお前。冗談はさておき、現実に落下したデフがテスト失敗を物語る。言うまでもなくテストは終了、そして今回を迎えたのだった。あの映像の真相言ってやってよお前。シェイクダウンの真相を言うとですね、うん、デフを固定してるボルトがちぎれました、うん、ああその回転に耐えれなくなった純正のアルミの部分が持っていかれました。ああああそれはそれは痛々しい姿だった。姿でした。帰ってみると、じゃあメンバーとつなげちゃえばいいじゃん。デフそれはできないの？できない。あ、できないんだ。できない。お前が出発する4日前です。今日はイエス。ロールバンまだ組んでありません。だから今日は壊さないように走ってください。さあ今日こそは初じゃないけど、うん、初のねテスト、うんうん、ちゃんと走ってからこそテストだから今日はその通りだ、ね、その通りだじゃねえよバカ野郎。その通りだ。まあとりあえず走ってみましょう。そうですね、ね、うん、今回こそは無事テスト終了を祈りつついよいよコースイン。いよいよレクサス LFA の勝負なんです。全体的に車軽いけど、でかい、前が長い。ウォームアップが終わったところでドリフトを始める陽一。果たして、何事もなくドリフトに成功し手応えすら感じる陽一。この後存分にテストに励む。シェイクダウン無事終了と誰もが思っていたところで、直後再び悲劇が襲う。おかしいぞ。まさかのフロントメンバーがポッキリ。なすすべなく再びローダーの世話になることに。
何が起きたか言ってみ。ドライバーが縁石にアルミホイールを引っ掛けました。そうか。それでメンバーが耐えきれずにちぎれました。そうか。だけどね、縁石に引っ掛けたからってね、壊れるような車だったらね、あのね、走れねえぞお前。鈴鹿200キロで縁石みんな引っ掛けるから。あそこでお前去年86の足もげただろ。もげた。あれと一緒だよお前。ただね、可能性はある車なんで、まあこれもテストですね。壊れることもテストだから、これがシェイクダウンでね、いろんなことが起きてきて、で最後には強い車になるんで。そうですね。寝ずに4日間頑張ってこいよお前。頑張ります。よし。またしてもトラブル発生の LFA が、そのポテンシャルには期待大。これは本番が楽しみだ。